毎度です。さあ、今回はですね、オーリアさん、シャーマンのオーリアさんに会いに来ました。2046年3月10日。誰や？ CPU の効率を2046年をインストールするってだけで、もう24年後。プロジェクトファイアブレイクにはかなりの頭脳が必要になる。プロジェクトファイアブレイクやって。俺の脳みそで十分だといいけどな。ゼロドーンとは別のプロジェクトってことか。おかげでかなりはかどった。でも彼女が横を通りかかるたびにいい香りがして。これ取んな。ああダメだ。今日はもう寝よう。これ取るわ。そんななんか恋愛事が急に絡んでくるとは思わんけど。閉まってる。あ、なんだ。フォーカスが使えるかも。フォーカスで。ケニーさん?ケニーチャウさんがここを管理してたと思って間違いないでしょう。アニータに恋をしてると。あ、ここ線繋がってんな。こっちだ。なんだこれ。なんか、見たことのないギミックが。扉に繋げないといけないんだな。真ん中何これ。あ、オーバーライドできる。ソースノードを調べるやつ。なんでしょうね。多分何か起こったかも。お、なんだこれは。この光はどうすればいいんだ。新しいギミックだ。なるほど。あれだ。これを回すと。ウォッチドックスで見たやつだ。ウォッチドックスでありましたね、これね。AR。よし。扉が開くか試そう。 AR で特ギミック DLC でね、新しいギミックがあるのはいいね。さあ、これで開くはずです。ドン。オーリア出てこい。いない。なんだここ。オーリア全然いないじゃん。外出たで。また外だ。向こうにある建物を通ればまた中に入れるか。なんか建物がありますね。観測所みたいなあるわ。よいしょ。あ、焚き火だ。ようやく安心ポイント。まあゴールでしょうね、焚き火があるということは。もしくはボス戦か。もうすでにオーリアはクマに殺されてるとかないかな。あともう少しで登り。大丈夫。オーリアはこの先だ。毎度。彼女はここにいるはずだ。プロジェクトファイアブレイクって何でしょうね。さあ、巫女さん、シャーマンの巫女に会いに来たよ。いるかな。あ、いるいるいる。もう何度も繰り返しお願いしてきましたが。声セクシーですね。声を聞かせて。何をすればいいのですか。おばちゃんだった。もうシャーマンのあなたにはいかなる乗り、いうからいかなる印も届かないのですか。めちゃめちゃ美少女を期待したんだが、おばちゃんだった。あ、もうめちゃめちゃ埋め込んでんじゃん。ケーブル怖いよ。やだよ。このままではお力になれません。あ、喋りたくない人だわ。新宿とかに夜中あんな人がうろついてたら声かけれないやろ。なんで燃やしたんや。お、初対面。ごもっとも、ごもっともですね。誰は。どうやってここに。魂によって封印されていたはず。なんだい魂って。それはこれを使ったんだ。さっきのギミックのことか。あるやん。見せようか。ええ、見せて。初対面でする対話じゃないですけどね。見とけよ、よく。こうやる。で、こうすると、やることは同じ。こうなる。これはね、でも多分フォーカスつけてないと見えないよね、この AR のやつはね、多分。なんのこっちゃわからんやろうな。こうかな。あとは
こうやって。こうやって。オッケー。補助チャンネルが復帰しました。なんだこれ。侵入に成功。制限を回避。ハデスってこんな弾やったよな。オーリア。AI かこれ。あ、なんだテーマ。いいえ、私は従いません。これ AI じゃない。ハデスはね、こんな感じの弾でしたもんね。なんやなんや。デーモン。デーモンと何かがいた。何？聞こえたでしょ。魂の声が雷鳴の頂で私を呼んでいるのです。魂の声。あなたのおかげで、デーモンの呪縛を打ち破ることができた。たと一瞬でも。うん。あなたは誰？それになぜここへ？私はアーロイ。ナルトゥークにお前を助けてほしいと頼まれた。そう、ナルトゥークが。ありがとう。助かりました。やはり魂は囚われの身だったのですね。力を合わせれば解き放てるかもしれない。とりあえず落ち着いて話そう。答えを求めてここに来たけど、まだ何も答えを聞けていない。でもあなた自身が答えだというのに、もちろん話せることは話します。そうね。その声だとか魂だとかってやつと何があった？命を救われたんです。4年前、カージャとの戦中にここで襲われ、なんだろうな。ウェラックがチリジリになり、私は1人きり。100個ぐらいあったでしょ？AI。なんとか雪の風道で追手を巻こうとしましたが、うまくいかず、この洞窟に逃げ込んだのです。その時あの声が私のように迷子になり、青い光の魂がさまよっていたのです。彼女は私に助けを求めてきましたけれど、私は戦の最中カージャに追われる身、どうして助けられましょう。すると声が山の扉を閉めたのです。あなたが開けてきたあの扉を、そう、この部屋にある装置と同じようなものでカージャの魔の手から逃れ、ようやく私は彼女に答えることができた。デーモンは一体何なんだ？ここと雷鳴の頂の奥で幾度となく魂と話しました。彼女は最後に話した時、人の目には決して見えぬ邪悪なものの攻撃を受けていると言っていた。そうですかな。デーモンと呼ばれ、それは彼女の力を欲していたのです。デーモンに抗うために、必要なら彼女を壊す方法を見つけてくれと頼まれました、それが5年前。それからというもの、声が聞こえない。5年前。もしかしてサイレンスという名前の男のことを知らないか？バヌークみたいな格好をしている男なんだ。その名前には必ず秘密がつきまとうもの。決して語ってはならぬ名前です。サイレンス、なぜ知りたいのですか？あいつはひどいことをやってきた、でも一人だった私を助けてもくれた。知ろうとしてもあいつは謎だらけなんだ。彼の助けは強力だったでしょうね。でも力に代償はつきそうなんですよ。悪いけれど彼のことについては王の衆に秘密の誓いを立てたの。王の衆だって？バンアーで行われる名誉あるシャーマンの集まりで。そこを出ればシャーレアンみたいな感じやな、今日は。なるほどな。でも私たち協力し合うんじゃなかったか？そうね。でも誓いを破ってしまうことになる。それはできません。助けを求められてからお前はどうしたんだ？魂を守るようアラタークに頼みに行きました。なるほど。ですがカージャとの戦が続く中、会うこともかなわずに私は凶王のハヤブサに捕らえられてしまい、メリディアに連れ去られた。全王ですね。頂に戻れたのは解放から随分と経った去年の雪解けの頃でした。まずは話を整理しよう。声は2つ聞こえた。1つは魂とやら、お前がデーモンって呼ぶ声に囚われているんだな。このデーモンの正体が何であれ機械と関係していて、凶暴化させたのもこいつだ。原因を知りたい。魂もデーモンも雷鳴の頂にいる。それだったら
そこに行って謎を解いた方がいいんじゃないか。そうですね、現場に行きましょう。雷鳴の頂は今やデーモンの手に落ち、以前に増して危険。それにアラタークが許さないでしょうね。族長の許可なくして山には入れない。もうめんどくせえなあいつ。彼を説得するのは絶対に無理でしょう。じゃあ族長を変えれば一体誰が賛成するというのですアーレンも極端なこと言うよな。あなたは狩人でしたね。それも特別な狩人のはず。ならば可能性は流れ物だとしても、どういうこと？その名をウェラックに轟かせれば彼も挑戦を拒めないはず。待って、私がアラタークに挑戦？族長になれって。でも族長なんて興味ないし、ここのバヌークは私を嫌ってるんだぞ。けれど雷鳴の頂には行きたいでしょ。あなたも聞いたはず。デーモンに苦しむあの魂の叫びを、自由を望んでいるのです。それにきっと彼女を解き放てば、あなたが追い求めている答えも得られることでしょう。たく、なんでこんなこと。うわ、もう面倒なことになったな。それでどうすればいい？ウェラックにあなたの力を証明するのです。狩り場に挑戦し、狭間に救う山賊を倒す。それかセクーリに会うといいでしょう。手助けすれば、誰やセクーリって。名を広められるはずです。抜かりなくアラタークの足元に槍を突き刺す時が来たら私も共に参ります、それまではここにいます。知りたいことがあれば何でも答えましょう。そう、あと一つ、あそこの箱に入っている私の武器をあなたに役に立つでしょう。お、なんか新武器がもらえるそうですよ。お、ストームブリンガーやって、え、めっちゃかっこいいじゃん名前。ストームをブリンガーするのか、かっこいい。さあ、何個か試練があって、今回はここに来ました。オーリアに言われてこの狩り場に腕試しに来た。オーリアが？腕試しチャレンジ。こんなことは初めてだ。それで訓練の目的は何だ？腕試しに挑むバヌークには必ず聞くことだ。実はウェラックの族長になるためにアラタークに挑むつもりで。そうなんす。ならばすぐに始めるんだね。なんで何？腕試し。すべて生き残るための試練だ。詳しく教えてやろう。はい、お願いします。猛攻かっこいいな。猛攻の腕試しは戦いの最中での駆け引きが試される試練だ。機械の群れは数回に分けて狩り場へ放たれる。焦らず慎重に戦略を練るんだ。そうすれば圧倒されることなく敵を倒せるだろう。なるほど、まあ、やってみようか。ロープで狩り場に降りたら開始だぞ。了解です。始める前に機械を狩り場に移動させなくてはならない。それから下れ。わかりました。じゃあ、なんか猛攻の試練だけやっていきましょう。腕試しか。よし、こうストームブリンガーも一応装備します。見つかった。よし、じゃあ早速ストームブリンガー食らえダメだ当たらないわ。おー、危ない危ない。てめえらぶっ飛ばす。よし、よいしょ。扉が開いた。この奥へ行けということか。とっせいとっせい。さあどんどん来いよ。上にいるね。よくしゅーい。外れたわ。よいしょ、オッケー、マイチョー。よし、よいしょ、よいしょ。うわ、痛い痛い痛い。来た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 。おぼらー、爆弾ない。くらい。おぉ、避ける、早い。でかいが早い。よいしょ、オッケー。めっちゃ壊れる。お、いいじゃんいいじゃん、ええやんええやん。OK、 よし、これお前のじゃ。 OK、 お、終わった。終了です。猛攻の腕試し。よし、じゃあ報告行きましょう。
すごい、帰りは楽ちんだ。はい、やってきたよ。お前は見事偉大な族長の座を奪った。今のね、お前の腕前を疑う余地はない。族長の私が座を奪ったってどういうこと？どういうことや。今回はこのくらいにしとく。腕を上げて戻ってくる。もう分かった。記録を破ったぞ。ウェラックで噂になるはず。記録を破ったってことやな。さえずりの果てで私の名前も広まったはず。もうお前は族長だって言われた気がしたけど今。風間が侵入できたかもしれないが、バルークは決して山賊には。お前の功績を皆が口々に語っているぞ。お前はこの雪に覆われし我らの地に特別な興味を持っているようだ。ちょっと雷の頂に近い。全て知るにはこうするしかないみたいだしな。すごい挑戦的。まさか挑む気か。挑戦的ですね。ウェラックのために。貴様が。冗談はよすんだ。冗談ではないわ、アラターク。そういうことか。おやつはお前の手先ということか。お前が後ろ盾ということなら挑戦を受けるほかない。考え直したと思ったのだがな。頂への出入りを禁じたのはあなたよ、兄様。兄様？兄弟だったのか。兄弟だったわ。思ったより事情が複雑みたいだな。本当ね。いや、兄弟喧嘩だった。ひょっとして下枯山で貴様を待っている。そしてこの茶番を終わらせてやる。こらおもろなってきたで。どうか説明させてください。ああ、ぜひ頼むよ。なんかアメリカのドラマみたいな。兄弟だって言わなかったんだ。必要ないと。ホライゾンもでもネトフリとかで。まさかよそ者の前でその映像化しそうですけどね。兄は怒ってるでしょうね。私は人を見る目がない。いつも魂とばかりいたから。もしくは一人で。この巡礼がただの兄弟喧嘩だと思われたくなかったのです。決してそんなくだらないものでは。兄弟喧嘩はともかく、決闘とは一体何なんだ。下枯山で兄と機械狩りを競うのです。先に仕留めた者が勝者に。楽ではないでしょう。楽なことなんてあったか。狩りの開始地点で待っています。詳しいことはそこで説明した方がいいでしょう。なるほど。まあとりあえず家族の揉め事なんて興味はない。知りたいのは頂きの奥のこと。魂、族長に対するそれに機械との関係だ。挑戦、それの試練。本気でやるつもりなら私に隠し事はするな。あなたもうせやで。本当に見くびっていました。見くびんなお前。兄のこと見くびらないで。二度と同じ間違いはしない。下枯山で待ってる。寒ないんかいな。ほんであれあれかな、あの青いケーブルがあったかいのかもしれないな。バヌークを従えに死ぬかもしれない試練に挑むとするが。めっちゃ皮肉がすごい。下枯山待っていろよ。待ってるよ。着いたよ。流れ者よ。はい。私は過去に幾度も挑戦を跳ねのけてきた。恐れてなどいない、うん、だがこれは馬鹿げている。貴様はよそ者だろ。しょうがないね。それは貴様はつゆほども私の責務を理解していない。一狩人として貴様に助言する。身を引け。ちょっと雷の頂に行かしてくださいよ。雷鳴の頂に行かなきゃならない。雷じゃない、雷鳴。あの山の何を知っているというのだ。我が妹を危険にさらしはしない。心配なんかいな妹が。だったらやるしかない。よかろう。その傲慢な願いをいてつく大地に葬ってやる。二人とも、さあ始めましょう。なんで仕切なんでお前が仕切んねん。カリオシ、生き抜くこと、それがバヌークの証。そして試練そのもの。だからかな。あなたは下枯山を東から登り、アラタークは西から、うん、
それぞれの道に凶暴な機械が待ち受けています。なるほど。ウェラックの狩人がそれぞれ配置され、倒すべき機械の群れを呼び寄せるでしょう。狩場は尾根から山の中央にかけて広がり、渓谷を下った先に最後の獲物が待っています。必ず獲物を倒すたびに一族に狩りの進行状況が分かるようこの合図を打ち上げること。機械を倒して風船を上げる。なるほど。じゃあ三つ目の風船を上げた方が勝ちか。ええ、そうです。なるほどね。でも挑戦者にはさらなる条件が課されます。え、一度でもアラタークが先に風船を上げれば彼の勝利。めちゃ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 やな、そのルール。やめるにはもう遅すぎるぞ。守りがひどくないか、族長が。それでは私の合図で。始め。さあ、始まりました。両者スタート。さあ、向かいましょう。よし、山の上を目指そう。よいしょ。もうすぐだ。もうすぐです。よいしょ。はい、帰る。いいか、挑戦者よ。下にいる機械の群れを狩るんだ。すべてだぞ。了解っす。ガンガン爆弾できましょう。それなら任せてくれ。爆弾気持ちいい。超気持ちいい。すごいですね。さすが爆弾。よし、こいつでラスト。はしごを落としてやったぞ。早く登って風船を上げるんだ。どこだ、はしごどこですか。あ、これだ。あったあった。危ない、今ギリギリ持ってた。崖の上に登って風船を上げるんだ。はい、どっち。ひどくないこれ。野良族の試練よりルートがひどいんやけど。死ねやろこれ。雪で滑るよな、普通に考えたら。さあ、どうだ、勝ったか。あー、どう、ギリギリ勝ってるか。慣れている。急がないと。下に降りて次の試練を向かうんだ。アラタク慣れてる試練で先行有利って。この先にベローバックが2体。オッケー、両方倒せ。他の機械は気にするな。なるほど、ベローバックだけでいいのね。ベローバック2体仕留めるぞ。よいしょ。おい、痛い痛い痛い。よいしょ。オッケー。そこも逃げよう。他のは逃げよう。よし、風船に向かおう。どいてどいて。よし、着いた。よし、あげるぞ。あー、なんだ。あー、箱だ。違う。よし、これで負けたらちょっとびっくりすんな、今の。箱に目がくらんで負ける人じゃん。急がないと。ほら、ワイヤーフックを使って谷の底へ降りるんだ。了解です。よし、危ない危ない危ない危ねえ。吹雪始めた。何も見えない。やばい。よし、最後の試練へ。よし、なんでしょうね、最後。新しい機械獣かな。おお、何？どうした？何かおかしい。最後の獲物は。この展開はあれですね。決勝戦で決勝の相手が誰かに殺されてる的なスターのやつだ。手追いの熊。セイントセイヤとかだったら最後のブラックセイントがクロスを盗んでいくパターン。返しに行かな。さあ、こいつらに試練が邪魔されました。倒していきましょう。クマ危ない。うっせい。よし、爆弾有利。よいしょ。どっせい。おい、痛い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 。やめ
ろよ、お前。よし。よし。もうほぼボンバーマンや。危ない。よし。とどめ。とっせい。よし。終わったか。そしか、あなたはこまえ。フロストクロー。フロストクロー。雷鳴の頂きから来たんだ。襲撃で試練は中断された。そのような場合、試練の結果は無効となる。無効？ちょっと、あの勇士を目にしただろ。なんで槍を向けたんや。倒したのはアーロイだ。お、私ではない。こいつ男気あるな、アラターク。アーロイこそ族長にふさわしい。あ、族長になりたいんじゃないですよね。めんどくさいね、族長は。我らはバヌーク、生き延び勝利する。ただそれのみ。バヌーク魂な。怪我した、死ぬだよ。我が血はその牙とともに。ちょっと間違って触っちゃって血が出たのをかっこよく締めるアラターク好きやな。私はお前の狩りに従おう。お、族長が変わりましたね。まさかあんなにみんなに嫌われていた感じが。この雷鳴の頂きの立ち入りを禁じます。バヌーク族の族長になるなんて。全員です。無礼を承知でお前に頼みがある。私も同行させてくれないか。妹を守るためか。認めてもいいでしょう。私の言うことを聞くなら。ちょっと上からな。いや。お。私の言うことを聞くなら。族長。確かに、その通りですよ。なんでしゃしゃってきたんや、おばちゃん。雷鳴の頂き。何今の。とこしえの溝という八重地の麓。お前、喧嘩売ってんのか。そこで落ち合いましょう。うん。お前も言うこと聞けよ、族長やねんか。オッケー、よし。今嫌味っぽく言った、ひょっとして族長だよ、本当に。なんでみんな族長置いていくの。置いていったくない。置いていかれた。新しい服、それにアラタークのような武器か。あ、なんかもらいましたね。族長用の装備ってところだろうな。おー、とこしえの溝へ。雷鳴の頂きが。よし、じゃあまた続きは次回やっていきたいと思います。バイバイ。さあ、こちら京都清水寺では今年一年の世相を漢字一文字で表す今年の漢字が今神主によって描かれました。今年の漢字は京都市に本部がある日本漢字能力検定協会がその年の世相を表す漢字一文字を一般から募集し、最も多かった文字が選ばれます。おや？あ、どうやら書き損じたみたいですね。書き直しです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンがまだの方はぜひこちらよろしくお願いします。感想コメントもぜひぜひよろしくケロー。